まず蓋を開いて、お花紙を7、8枚合わせて台の中央に置きます。お花紙を扱うとき、手が乾いているとめくりにくいのでハンドクリームを使いましょう。右利きの場合、左手の甲に少しだけ出します。これを指に取るとお花紙が簡単にめくれます。今回はボタン1枚、桃2枚、桜を1、2、3、4、5枚の8枚使っています。これを中央に置いたら、蓋を閉じて蝶々ハンドルを手前へ1回に引きます。そのまま元に戻します。この時浮いてきますので軽く押さえてください。でたくさんの場合、私はここで物差しで真ん中に印を入れておきます。でこれを取ったらしごいて、きれいに型をつけます。型がついたところで、園芸用のビニール帯かラッピングモールを半分に折って、この印に引っ掛けます。後ろ側で 2,3 回ねじります。このまま広げていってもいいのですが、今回は端を斜めに切り落とします。ハンドクリームを少しずつつけながら開いていきます。最後はビニール帯のところを持って、きれいにまっすぐになるようにお花紙を広げていきます。表から見て花びらをきれいに整えます。これで出来上がりです。たくさん作るときには花子ちゃんがあるととても便利です。ハンドクリームが余ったら、当然こうやって手に塗っておきましょう。